バビロニア紀元前13世紀カッシート人は、紀元前2000年期半ば頃に、バビロニアで活動した民族、または、集団の名称。アッカド語では、カッシュ、カッシート語での辞償はガルズである。カッシート人の言語についてはほとんどわかっていない。彼ら自身が、カッシート語ではなく、アッカド語やシュメール語を、行政や宗教の言語として選んだため、 カッシート語で書かれた文章は一つも残っていない。ほとんど唯一の資料としてカッシート語とアッカド語の大訳辞書が発見されている。他に人名、神名などの固有名詞からも少数の単語を拾うことが可能である。しかしその人名、神名も時代が下るにつれアッカド語が用いられるようになった。カッシート語はこれらからわずかな数の単語が知られるのみである。 かつて、インドヨーロッパ語族に属するという説もあったが、現在では、支持されていない。カッシート人の古地については、ザグロス山脈周辺からメソポタミアに侵入したという説が有力ではあるが、確実ではない。カッシート人の記録が最初に登場するのは、紀元前18世紀頃のバビロン第1、王朝時代のことであり、傭兵や農業労働者として記録されているほか、 カッシート人との戦闘の記録が残されている。しかし総じてカッシート人の初期の歴史は不明点が、多く文書記録などがほとんど見つかっておらず、メソポタミアの歴史における空白期間となっている。彼らが歴史の主役として登場するのは、紀元前16世紀以降のことである。紀元前18世紀頃以降は、ユーフラテス中流域のテルカに本拠を置いていたが、 紀元前1595年にバビロン第一王朝がヒッタイとの攻撃を受け崩壊し混乱状態にあったバビロニアにおいて次第に勢力を拡大したとみられる。しかしかシート人がバビロニアにおける支配をいつ頃確立したのか正確な時期は分かっていない。ただ紀元前1500年頃までにはバビロニアにある程度の勢力を築き上げていたと思われる。そして 紀元前1475年頃、カッシート王、ウラムブリアシュが、海の国第一王朝を滅ぼして、バビロニアを統一した。カッシート人は、外来の勢力であったが、バビロニア文化を極めて好み、バビロニアの神々を祀る神殿を盛んに建築し、公文書その他はほとんど、バビロニア語を用いるなどし、早い段階で現地に同化した。彼らがバビロニアに作った王朝は、 バビロン第三王朝と呼ばれ、バビロニアの歴史上最も長く続いた王朝であり、また当時エジプト、ヒッタイト、ミタンニ等と並ぶ教国として勢力を振るった。カッシートとエジプトの間でやり取りされた外交書簡が現存しており、当時の外交関係を知る上で貴重である。紀元前1400年期半ば以降、強大化したアッシリアとの関係が悪化した。 さらに東のエラムとも紛争が生じた。紀元前1345年に即位したクリガルズ2世はエラムに侵攻しスーサを陥落させるなどしたがアッシリアとの戦いに敗れて領土の一部を失った。その後も度重なる国境紛争が続き徐々にアッシリアが優位に立っていった。ついに紀元前1225年カッシートオカシティリア州世は アッシリア王、トゥクルティ・ニヌルタ一世に敗れ、アッシリアに連れ去られた。その後バビロニアは、アッシリアの支配下に入るが、この時期のアッシリアの統治形態が、直接的なものであったのか、間接的なものであったのかは、よくわかっていない。やがてカシキリア主4世の息子アダドシマウスルの下で、バビロニアは再び自立することとなる。アダドシマウスルは、 アッシリアの信仰を食い止めることに成功したが、彼の死後も、アッシリアと、国境紛争が続いた。紀元前1160年、ザババシュマイディナが即位し、アッシリアと戦ったが敗れて大きく、領土を失った。ついでエラム王、シュトルクナフンテの攻撃を受けて、バビロンが陥落し、バビロンに祀られていたマルドゥクの心臓をはじめ、 ハンムラビ法典東北の財宝がスサに持ち去られた。紀元前1157年、エンリルナディンアヘが即位し、王朝復活を目指し、エラムと戦うも敗れて死亡し、紀元前1155年バビロン第三王朝は滅亡した。その後エラムを撃退し、バビロニアを支配した一新第二王朝時代には、カッシート時代の制度の多くが踏襲された。その関係もあり、 カッシート人は、バビロニアの主要な住民の一部であり続け、紀元前9世紀頃まで多くの交換等を出しており、アケメネス朝時代まで記録に残り続けた。トゥルクリガルズのジックラとエジプトやアッシリアなど、他の有力国との政略結婚がしばしば行われ、またバビロニアは交易の中心として繁栄した。バビロニアの歴史上比較的安定した時代と言われる。この時代にバビロニアは、 完全に一体性を持った土地として、カルドニア州と呼ばれるようになる。バビロニア各地の都市で大規模な建設事業が行われ、クリガルズ一世の時代には新首都として、自身の名を冠したドゥルクリガルズが建設されている。カッシー都人のバビロニア統治の中でも、最も特徴的なものが、クドゥルと呼ばれる、境界石の設置である。これは、王族や官僚などへの土地需要を示した石碑であり、 この石碑の存在を論拠としてかつては、封建性的統治が行われていたという説が有力であったが現在では少数派である。実際には10以上の州が置かれて長官が中央政府から任命された。言葉は主にバビロニア語が使用されたが、バビロニア文化を愛好するカッシート人たちによって、バビロニア以前のシュメール文化も再興され、宗教文学には、 シュメール語が使用される場合もあった。カッシート語は古リ語との類似性から古ウ裏ルト語族に分類されることが多い。ありがとうございます。